はい、どうも皆さん、こんにちは。ケンユです。今日はですね、竹の挿し木やっていきたいと思います。一応金明地区とですね、だるま地区、また竹マニアのおじさんからもらってきたので、これをちょっと増やすためにですね、挿し木をやっていきます。でまず土の配合ですけれども、一応僕がよく使っている、ケンユブレンドですね、鹿沼土上質と、あと金町がちょっと高いので、花と野菜の土を100円のものを混ぜて、ボリュームアップさせていきたいと思います。それではやっていこう。しっかり混ぜてください。よし。でこちらちょっと挿し木していくんですけれども、一応一節だけですね、土に埋めていきたいと思います。はい。で、こっちが上ですね、こっちが上側なので、その上下注意してですね、刺していきたいと思います。竹はこの節の方から発根してき、ますので、ここをですね、土の中に入れると、いうことですね。それではちょっと切っていきたいと思います。ちょっと割れましたね。ちょっと切った時に1本割れましたが、一応割れたものでも多分できると思うので、アリが巣を作ってるな。割れたもので できると思うので、一応これも使います。よいしょ。なんかめちゃくちゃ水分を含んでますね。はい、よいしょよいしょ。はい、切りました。はい、切りました。一応ですね、金明地区が1本と、これもちょっと発根仕掛けてますけれども、1本と、あとだるま地区がですね、6本ですね、これを挿し木していきたいと思います。はい、土を入れて挿し木していきます。じゃあまずは金明地区ですね、これから行きたいんですけど、ちょっと竹がですね、いくつか新芽がバーっと出てるので、ちょっと間引きます。はい。で間引いて、その葉っぱから出るですね、蒸散量をちょっと抑えます。はい、こういう感じでいいかな。はい、全然まだ生きてそうですね。でこっちが上なので、ここに入れてですね、あとは土をかぶせるだけ。これでまあ生きてくれると信じましょう。で、だるま地区もいきます。ちょっと一応ポイントがありまして、新芽は取るんですけど、一応ここから発根ちょっとしてるので、あ、根っこ出てますね。はい、してるので、一応これは大きく期待ができるものなんですけれども、この竹の挿し木はですね、根っこの部分と、新芽の部分はこう植えてもらって大丈夫なんですけれども、この穴の部分ですね、ちょっと出します。この中にもちょっと水を入れておきます。はい、一応こんな感じ、1個完成。新芽を取りまして、はい、これも取ろうかな。また生えてくるでしょ。で指で押さえるといいかもしれないですね。はい、OK。ポンポンポンってやって OK です。はい。湿ってますね。かなりいい感じです。よし。はい。感じ。で、穴塞いで、こっちからかな。後ろから、3個ぐらいやればなんか慣れてきますね。後ろから土を入れて、でちょっと倒して、こう奥側ですね。入れると。うん。ポン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 。で完成ですね。はい、いいでしょう。まあ割れてしまっても生えてくるかちょっと見てみましょうか。実験的に新芽を落として、はい、新芽をバーッと落としまして、こう細胞が太陽の方向いてるとちょっと腐っていきそうなので、一応影になるようにちょっと置きます。はい、こんな感じでいいでしょう。ポン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 と、はい、こんな感じ。はい、
こんな感じで、まあ、これでいいでしょう。よし、うん、はい、あとは水をたっぷりかけるだけです。はい、 OK。 はい、11月2日の様子ですけれども、竹の挿し木がですね、かなり成功しているようです。で、まあ、先月ぐらいからかな、ちょこちょこっと出始めてですね、もう1ヶ月ぐらいでは経っていると思うんですけれども、まあ、すぐ出ましたね。で、一応挿し、穂のですね、これ挿し穂でいいのかな、はい、竹のこの一節ですね、挿して、で、一応水を、まあ、切らさないようにしておりました。で、こういう感じで、出ております。はい。で、この、まあ、だるま地区と言ってもらったんですけど、調べると仏壇地区とかですね、そういった風に、ように言われているみたいですね。で、まあ、これ、本当に、まあ、綺麗な竹なので、まあ、観賞用にすごくいいと思われるんですけれども、はい。こんな感じで、もう綺麗に展開してきましたね。はい。もう絶対に成功するよってね、金谷おじちゃんが言ってたんですけれども、絶対に成功しました。はい、これもね、かなりたくさん竹の節が出てるので、まあ、大きくなっていくでしょうね。まあ、どこかでね、まあ、間引いたりする必要もあるかもしれないんですけれども、一応一旦、ね、このままで葉っぱがすごい元気にね、出ておりますので、このままにしておきたいと思います。はい、こっちに水を入れてですね。で、あとちょっと気になっていたこの、欠けているやつ、はい、欠けているやつもですね、全然毎日水をやってたら、出ました。で、これ6鉢ですね、刺していたんですけれども、1鉢は光龍さんにあげて、でもう1鉢はですね、ハイサイさんに、差し上げました。で、一緒にですね、挿し木をしたんですけれども、一応まあ成功しましたよということでですね、2週間か3週間前ぐらいにですね、差し上げております。で、金明地区の方がですね、出なかったんですよね。で、多分腐ってるかもしれないので、ちょっと中見ていくか。はい。金明地区がですね、ちょっと出なかったな。ちょっともう腐ってる感じがありますね。はい。うん。金明地区はちょっとダメっぽい。っぽい感じもするけど、これはちょっと根っこも発根してないし、金明地区難しいか、ちょっと匂いもね、なんか、堆肥の匂いが堆肥の匂いがしてきました。はい。もうちょっと様子見てもいいけど、これはちょっともうダメでしょうね。やっぱりこう、節だ、なんだろうな、この節の部分だけじゃなくて、やっぱりしっかりこの筒の部分もですね、あった方がいい、良かったんかもしれないですね。まあ、ちょっともうちょっとだけ、見てみようかな。はい。ちょっと動かしちゃったんだけど、まあいいか。まあ、金明地区はですね、はい。また、もらいに行ったらいいんです。すいません。何回もすいません。もういただいて。はい。ということでね、まあ、ハイサイさんも挿し木成功していたらですね、まあちょっとね、嬉しいんですけれども、まあ、今回この、だるま地区というか仏壇地区の方はかなり挿し木成功しても十分かなというふうに思いますので、まあ良かったです。では皆さんもですね、こういうふうに竹の挿し木ですね、興味がある方はやってみてください。ということで、最後までありがとうございました。